はい、それでは記念講演会特別講演といって現在筑波大学の BG 花火に社会研究生態防御学部をやっていただきますので、その小池先生ご講演をいただきたいと思います。座長は研究所の赤池が務めます。これですので安本先生の学歴をご紹介したいと思います。先生は1984年に県の牧場高校ご出身で、直ちに医学部医学科に入学されまして、本学の3期同期になられます。卒業後、小児科教室に入学されまして、関連病院の高松赤十字病院、国立国間センターを受けまして、大学院に入学されています。学位取得後、1999年から米国の NIH にご留学されまして、帰国後、小児科の助手を経て、2001年7月から現在の生態防御学分野の教授にご就任されています。その後、医学科長を兼任されたり、現在副医学部長でありますけれども、同時に徳島大学の副理事、先端高科研究所の教授の兼任、それからフィーレッドの部門長の兼任されておりまして、国立循環病研究センターのキャプテン教授も兼任されて、非常に内外で重責を担われている先生でございます。受賞歴も非常にたくさんありまして、一部だけ紹介させていただきますと、2014年第17回の日本免疫学会賞を受賞されておりますし、小児学科学賞、並びに2022年には文部科学大臣表彰も受けられております。社会活動の委員ですね、現在勤めのものだけでも日本学術会議の会員とか英米等のですね、協会の審査員、それから文科省の科学技術、学術審議会の委員ということで、非常に活躍されておりますし、研究業績はですね、いただいた研究業績も素晴らしいもので、ネイチャー、ネイチャーノロジー、ネイチャーメディスン、それからネイチャーテニシクスと、ネイチャーアグロナシがずらっと並んでいるということで、しかも現在、研究費で、今進行中のものだけでも、科学研究費の学術転学領域、それから GST のムーンショット、それから科研費の基盤へということで、まだまだこれからますます研究の発展が活躍されているということでございます。本日は徳島大学医学部で開くサイエンスということで、その先生がこれまで徳島大学の拠点に開いてこられましたサイエンスについてご講演いただくというふうにお伺いしております。それでは浅野先生、どうぞよろしくお願いいたします。ご紹介いただきましてありがとうございます。徳島大学医学部の安友でございます。本日はこういう機会をいただきましたことを西岡医学部長をはじめ関係の先生方に感謝申し上げます。で、今日は80周年記念講演会ということで、これ私で講演者いいのかなというふうに今思っているわけなんですけれども、ご指名をいただきましたので今日は準備をしてまいりました。どうぞよろしくお願いいたします。で、今日のタイトルですけれども、徳島大学医学部で開くサイエンスという、少し、大層なタイトルをつけてしまったんですけれども、これどうしてこういうタイトルをつけたかにつきましては、後ほど説明させていただきたいというふうに思っております。私は先ほどご紹介いただきましたように、1984年に徳島大学医学部に入りまして、そして卒業後に2年間の関連病院と、3年間の海外留学を経て、5年間徳島離れているんですけれども、この5年間は小児科の医局に入ってたということで、少しサバを読まさせていただきますと、80年の半分、40年間、この徳島の医学部でお世話になっております。で、こういうスライドを作りながら私も40年間お世話になっていて、改めてこの医学部に感謝している次第であります。私たちの研究グループでは、免疫系の維持、働き機構に関する研究を行っております。で、大きく2つのテーマがありまして、1つが免疫難病の原因、病態研究。もう一つが T 細胞の分化調節機構に関する研究です。で、それぞれにつきまして、こういう研究成果をこれまで発表してきたんですけれども、私たちの研究グループの目標というのは、人遺伝学と人マウスの免疫学の両アプローチから免疫システムをしっかりと理解し、免疫難病の原因を解明するということであります。今日はせっかくこういう機会をいただきましたので、この2つの研究につきまして紹介させていただきたいというふうに思っております。また今日は学会のシンポジウムでもありませんので、細かいデータを逐一ということではなくて、こういう研究をやっているということの概略を主体として紹介させていただこうというふうに思っております。私、これは学生の時の
臨床実施の一コマだというふうに思うんですけれども、いろんな先生の講義を受けながら、学部の時に病気の原因をこう知りたいというふうにいつも講義を受けながら思っていました。でまた、学部の中では免疫学、中でもこの T 細胞、それ以外は興味ないんですけれども、T 細胞が一番面白いというふうに思っておりまして、その学部自体のこの思いというのを、現在も引き続き、この中で医学部の中で研究を続けさせていただいているということになります。で私たちが注目しているといいますか注力している研究領域というのはこの慢性炎症性疾患慢性炎症病態であります。多くの先生方がご存知のように自己免疫疾患自己炎症性疾患臓器腺症それらに加えて老化がんなどにもこの慢性炎症病態が関与するということが分かっていますのでこの慢性炎症病態をしっかりと理解するということはさまざまな疾患の病態解明、診断、治療、予防に貢献できるというふうに考えられます。しかし、いまだどうしてこの急性の炎症が慢性化するのかであるとか、慢性炎症が持続すると臓器腺症になるのか、あるいは老化がんになるのかというところの本質的な部分というのは、実はまだ完全には解明されていません。そこで私たちのグループはそこにアドレスしていきたいということでございます。では、どういうアプローチを取っているかといいますと、遺伝性の炎症性疾患の原因遺伝子を同定するというアプローチを取っております。どうしてそのアプローチを取っているかと申しますと、遺伝性疾患というのは1個の遺伝子の異常によって病気が起こるわけですので、まさに生体内で、炎症応答に決定的に寄与するようなパスウェイを明らかにできるというふうに考えられるからです。で、そういう研究は個別の遺伝性疾患の病態解明にも結びつきますし、それで結びつきますし、おそらくその病態というのは、体質疾患の病態とも一部オーバーラップしているというふうに考えられますので、こういう研究は体質疾患の病態解明にも結びつくというふうに考えられます。そして原因遺伝子が分かった後にはそれを動物モデルの方に落とし込みましてメカニズムを明らかにするというスタイルで研究を行っております。でまず自己炎症性疾患につきまして簡単に紹介させていただきます。でこれは周期性発熱症候群の原因遺伝子を同定したというセルのペーパーであります。NIH のカストナー先生たちが発表された論文になります。でこの論文では、ここに書いてあるんですけれども、周期性発熱のように自己抗体をしたいとしないような炎症性疾患の場合には、オートイミュンよりもオートインフラマトリーという名前の方が適切じゃないかということが記載されています。で現在この疾患は、先生方ご存知のように、明らかな感染、自己免疫応答を伴わない炎症性疾患、競技には遺伝性疾患を指すというふうになっております。で私は研究を始めた当時なんですけども、2005年頃ですけども、いくつか原因遺伝子が分かってました。例えば先ほどの MEF-V、あるいは NLRP3、あるいは CARD15 などです。しかし、これらだけでは全てを説明することはできないだろうというふうに考えられましたので、私たちは、新しいといいますか、見つかってないような経路を見つけたいというふうに考えました。で、いろんな、アプローチをしていきまして、この家系例を集めていきました。で、最初に行き着いた家系がこの家系であります。で筋萎縮、皮疹、関節拘縮変形を伴うリポジストロフィー症で、1984年に報告されていました。ゆくゆくこの中身を見ていきますと、関節痛、発熱を伴う皮疹、肝皮腫、抗ガンマグロビン血症などがあるということで、当時はオートインフラマトリーという概念がなかったわけですけれども、これは現在でいうオートインフラマトリー、つまり自己炎症性疾患に該当するというふうに考えられましたので、この症例の解析をしたいと思ったんですけども、いかんせん、かなり前なので、この症例にアプローチできるのかというふうに考えたんですけども、いろんなつてを使いまして、その先生方にアプローチをしていきました。でそうすると、私たち、びっくりしたんですけども、この先生方は、このサンプルを保存していたら、いつか原因を見つけることができる時代が来るかもしれないということで、サンプルを非常にいい状態で保存されていました。さらにびっくりしたことはですね、この先生は違う場所に移られてからも同じ家系といいますか、新しい家系を発見されて、そのサンプルも良い状態で保存されていました。で、20年、30年の時を経まして、私たちがそこにアプローチをしていたということになります。で、ごく稀にといいますか、私たちも医学の学生さんとか、若い医師の方に、こういうのこそ、医学部の研究、医学の研究前でも根っこなんですよって話をするんですけども、若い方にそれは響いているかどうか分かりませんが、少なくとも私自身、あるいは私たちの研究グループは、これかなり響きまして、なんとかこの原因を明らかにしたいというふうに今思った次第です。
現在この遺伝解析につきましてはエクソム解析法という主体がエクソム解析法という研究が主流になっておりまして、まあ、比較的簡単にできるわけですけれども、まあ、当時はまだそのエクソム解析の技術ができたかできてないかぐらいだったので、まあ、少し古典的に連鎖解析によって染色体の位置を決めまして、そしてホモ接合体マッピングという手法によって領域を強小化いたしまして、6番染色体のここに原因があるということが分かりましたので、まあ、その配列を読んでいくということをやりました。で、結果2つの候補遺伝子があるということがまで強小化することができました。で、そのうちの1つが免疫プロテアソームの構成分子であります PSM8、もう一つがちょっと違う遺伝子になります。で、先生方ご存知のように、プロテアソームというのは、徳島大学でいらっしゃいました、田中啓治先生が発見された、生体にとって必須のタンパク分解酵素複合体であります。で、この機能といたしましては、いびき沈下されたタンパクを分解するという機能を持っておりまして、現在、4種類のプロテアソームが知られています。で、先ほどの PSM8 は、この免疫プロテアソームの β5y をコードする遺伝子になります。で、後ほど少し出てきますけれども、スタンダードプロテアソームには β5 というサブユニットがございます。で、このプロテアソームの機能ですけれども、これ先ほど申し上げたように、いびき沈下されたタンパクを分解するということと、特に免疫プロテアソームは MHC クラス1に提示される抗原ペプチドを産生するということが分かっています。でも、いろんな研究が行われてきたわけなんですけれども、例えばこの PSM8 が欠損するマウスでは CD8T 細胞の機能が減ると。まあ、つまり、まあ、免疫不全になってしまうということが分かっていましたし、それ以外の、このプロテアソームの構成物質のノックアウトマウス、いっぱい報告されているんですけども、決して炎症病態は来させないということが分かっていました。まあ、そこで、まあ、これはきっと本物じゃないんじゃないかというのを私たちは考えました。一方、こっちが本物だろうというふうに考えました。なぜかというと、こちら側のノックアウトマウスというのは、激しい炎症病態を来たすということが、まあ、分かっていたからです。しかし、まあ、現在はデータベースは結構整備されていますが、まあ、当時は、データベースいまいち、整備されていなかったので、まあ、さらに200例の健常時の解析を追加したところ、まあ、こちらがまさにレアバリアント、1個も、健常時の変異はありませんでした。一方、こちらは200人のうち2名に、バリアントがあったということで、こちらは顧問なバリアントだったということでした。私は、まあ、非常に、結果に、まあ、びっくりしたわけです。まあ、つまり、非常に有名な生体細胞系、プロテアソームという生体細胞系であって、もう20年も30年も、生化学的にも、免疫学的にも、いろんな研究が行われてきたんですけども、決してそのプロテアソームの破綻によって炎症が起こるということは分かっていなかったわけです。で、私たち自身もですね、その人の病気を解析しながら、かつ、まあ、マウスを使って研究をやりながら、まあ、常にこう人の病気のことを考えながら研究をしていたつもりだったんですけれども、しかし、まあ、こういうことに出会いました私たちは、まあ、これ当然なんですけれども、マウスと人では、生体制御系は、まあ、同一ではないということを認識しましたし、で、そうですね、ということを認識しましたし、まあ、そのあたりというのをやっぱりこう理解しなくちゃいけないというふうに思った次第です。で、また、物質の機能からいくと、こっちの遺伝子の方に走っていたわけなんですけれども、そうではなくて、遺伝子のポジションからアプローチするという研究というのは、想定していなかったようなブレイクスルーをもたらす可能性があるというふうに今思ったということで、私たちの研究グループにとっては非常に重要な研究になったわけです。ではもう一つ、一番重要なことといいますか、重要なことは、この原因遺伝子は私たちの研究グループと、複数の研究グループが同時に発見いたしました。で、このプロテアソームのいろんなサメリットがあるんですけれども、これ初めてプロテアソームの遺伝子異常が見つかったということになりますので、プロテアソームというのは徳島大学で発見されて、その遺伝子異常も徳島大学で発見されたということで、そういう意味で今回、徳島大学で開くサイエンスというタイトルを付けさせていただいた次第であります。で、このミッセンス、この変異はミッセンスのバリアントでありまして、ホモのバリアントでありました。で、患者さんの B 細胞、そして皮膚を見ますと、いびき沈下タンパクが蓄積しているということで、機能喪失型の変異であるということも分かりました。では、どうしてミッセンスのバリアントが機能喪失型になるのかということにつきましては、このプロテアソーム分子集合の研究によって今理解されています。少し細かい話になってしまいますけれども、プロテアソーム分子集合に関しては、このアルファリングというサブユニットの上に、β1i、2i、3i、4i、5i という順番で
組み込まれていきます。今回このベータ5に変異が入っていますので、ここでベータ 5Y が入るとするわけですけれども、これが一体どうなるのかということになりますけれども、これも少し細かいデータになりますけれども、これはこちらから順番にプロテアソームが出来上がっているというふうに考えてください。でここはマチュアタイプのプロテアソームです。でそれぞれの段階でこういう分子の発現を見たという実験になるんですけれども、こちらがコントロール、こちらが患者さんの細胞になります。そうしますと一見して分かりますように、こちらの細胞においてはこのアセンブリーインターメディエット、つまり、集合の中間体が増えていて、そこには β5y が入っていないということが分かります。またマチュアタイプのプロテアソーム分学においては β5y の発現が低いということも分かりました。でこれを、まあ、漫画でまとめますと、この β5y に変異が入っていると分子集合が障害されて、その中間体が増える。で結果としてマチュアタイプの機能を持っているようなプロテアソームが減ると。でこのことがプロテアソームの活性が落ちるということの原因になっているということが現在分かっています。私たちの研究の後に、まあ、いろんなグループが同様の研究に取り組みまして、プロテアソーム、この PSMA で以外のプロテアソームの構成物質の異常によっても同様の症状が発症する、同様の疾患が発症するということが、まあ、次々と発見されました。まあ、それらのことが現在この病気はプラースという名前が付けられまして、私たちの研究を対象にしまして、免疫プロテアソームの機能不全による自己炎症性疾患疾患が確立されるということになります。で、まあ、こういう形で私たちの研究というのはこの病的炎症を記憶する、まあ、これまで知られていなかった経路の発見につながったということになります。しかし、まあ、研究はこれまでではなくて遺伝子異常があってプロテアソーム活性が低下するということのところまでは分かったんですけども、これがまあどうしてこういういろんな症状を引き起こすのかというところはよく分かっていません。まあ、そこを現在取り組んでいますので、まあ、少しそのデータを示したいと思います。でその研究をするために私たちは人と同じバリアントを持った PSMA8 ノックインマウスというマウスを作成いたしました。まあ、しかし残念ながらこのマウスでは人で見られるような自己炎症病態は自然繁殖いたしませんでした。いろいろ調べてみますと、このノックインマウスでは先ほど出てきましたベータ5の発現が代償的に上がっていまして、これがこのノックインマウスのプロテアソームの機能を代償しているというふうに考えられましたので、まあ、続きましてこのベータ5の遺伝子を形成するようなマウスを作成いたしました。で脂肪細胞を特異的にこの遺伝子を形成させますと、まあ、著名な脂肪萎縮と細胞浸潤が観察されます。でどういう細胞が浸潤しているかといいますと、 FOAT が陽性のマクロファージが著名に侵入しているということが分かりました。で細胞が侵入しているだけではなくて、 RNA シーケンスによって炎症性サイトカイン経路が、まあ、かなり動いているということが分かりましたので、まあ、炎症も起こっているということも分かりました。ではどうしてこのプロテアソーム機能が低下すると炎症が起こるのかということについては、まあ、この実験で今現在確かめようとしております。これはまあ細かい話になりますけれども、まあ、脂肪細胞をホモジナとしまして、この内容物と G774 というマクロファージセルラインを混ぜて、この細胞から炎症性サイトカインの発現が上がるかどうかと、上昇するかというところを見た実験になるんですけれども、ノックアウトマウス外の細胞の内容液中には IL-1β、インターロキン6、この遺伝子発現を誘導するような分子が存在していると。でそれらの分子は熱処理とか、あるいはタンパク分解酵素処理によって落ちると失活するということから、タンパク成分であるということが分かっておりまして、まあ、現在このタンパクが一体何であるかということを、まあ、教室員がこれを取ろうとしているところであります。まあ、つまり、まあ、これは一つの例ですけれども、脂肪組織の炎症誘導機能としましては、脂肪組織でプロテアソーム機能が低下すると細胞しか誘導されます。で結果、この細胞しか誘導された細胞からダンプスと呼ばれる分子がたくさん放出されて、それがマクロファージの郵送と炎症を引き起こしているというふうに考えられますので、まあ、現在これらの分子を、まあ、教室員が頑張って取ろうとしているというところでございます。まあ、このように私たちの研究によりまして、このプロテアソーム経路というのが病的炎症を引き起こす経路ということが分かったわけですけれども、まあ、私たちは実はそれ以外にいろんな研究を行っております。でそのうちの一つがこの家族性関連ジンマシンという疾患です。これは加速性にジンマシン、関連刺激によるジンマシンを来たすような疾患ですけれども、これも遺伝解析を行いまして、私たちはバクテリアのセンサーであります NLC4、これのアクティブなバリアントがこの病気を引き起こすということを発見いたしました。で、これは、まあ、
まあ、普段あることがトゥーマッチになってしまう、トゥーマッチになってしまうと病気を引き起こすってことが、まあ、同じペーパーで紹介されたんですけども、で、実はこの私たちの論文と、まあ、ほぼ同時にですね、海外のグループは NLRP4 の違う部位の変異によって少し重篤な、まあ、かなり重篤な炎症性腸炎とかマクロファージ活性化症候群が引き起こされるということを報告しまして、まあ、現在この研究によって私たちの研究によってこの難病として NLRP4 異常症という概念が確立したということになります。まあ、以上のようにこの自己炎症性疾患についてはまあ続々ともう遺伝子が分かってきているわけなんですけども、私たちもまあこういう基地の遺伝子群、まあ、すでに基地になっているような遺伝子群以外にちょっと違うタイプの異常によっても自己炎症性疾患を引き起こすということを現在見つけており、まあ、近々それにつきましても論文を発表していきたいというふうに考えております。でこのような炎症性疾患が持続しますと、まあ、臓器が遷移化してくるという時があります。でこの臓器遷移症につきましても私たちは取り組んでおりまして、その代表例がこの家族性肺炎症です。でこれは家族性に肺炎症をきたして、そしてこの方々は残念ながら30歳前後で亡くなられております。遺伝解析によって SFTP1 のミッセンスのバリアントがこの病気を起こすということを私たちは2019年に発表いたしました。でこれは結果だけを示しますけれども、 SFTP1 に変異が入っていることによって2型肺胞上皮細胞の細胞死、この細胞死の形態としてはネクロプトーシスという形態なんですけれども、これが移動されることによってそれが炎症の起点、そして臓器性化の起点になっているということを見出しており、まあ、現在それがどうして正解につながっていくのかという、まあ、この部分を検討しているというところになります。まあ、このように私たちはいろんな疾患をやっているわけなんですけれども、まあ、それぞれの疾患が横にこうつながっているということでは決してないんですけれども、まあ、一個一個の疾患について原因遺伝子を同定して、そしてそれを深掘りしていくというところから慢性炎症疾患に決定的に関与するような経路の同定を目指しております。でそういう研究を通じて将来的にはこの慢性炎症の理解につながればいいと思いますし、また慢性炎症を治すようなそういうふうな薬剤の開発につながればいいというふうに思っておりますし、まあ、そういう研究はきっとそういうところに通じるというふうに考えており、まあ、私たちはそういう研究をこれからも続けていきたいというふうに思っている次第です。で残り、10分ちょっとありますので、残りの時間を使いまして、右側の T 細胞分化調節機構に関する研究について紹介させていただこうと思います。これは少し病気から離れまして基礎的な話になりますけれども、ご了承いただければというふうに思います。で T 細胞は先生方ご存知のように血液幹細胞に起源を持っておりまして、 T 前駆細胞が胸腺に入りますと2種類の細胞に分化し、いろんな選択を受けて間違いになった細胞が末梢リンパ組織に行きます。末梢リンパ組織で抗原刺激を受けますと、さまざまな機能的な細胞に分化し、一部の細胞は記憶 T 細胞へと分化いたします。で私がちょうど大学院生のこの1990年の前半半ばぐらいには生物学の実験の中にノックアウトマウスとかトランシュニックマウスなんかがまあ結構使い始めていて、この共生の T 細胞分化の研究の領域においても、まあ、それらの研究手法を使って毎週毎月のようにまあ素晴らしい研究が報告されておりました。私も大学院の頃にそれを毎週毎月のように読みながら、まあすごい研究だなというふうに見ていたわけなんですけれども、しかしまあそういう研究素晴らしいんですけれども、ただまあ分子的な裏付けっていうのがやっぱりまだ少ないんじゃないかっていうふうに思っておりまして、大学院を卒業したら、アメリカでこの部分の研究をやりたいというふうに思いまして、アメリカに行きまして、こういう研究を行いました。まあこれはアメリカの仕事なので簡単に紹介いたしますが、この共生内における CD4T 細胞が分化するような分子機構というのを明らかにしたという研究を3年間で発表することができました。で日本に帰ってきまして、まあ、じゃあどこをやろうかというところなんですけども、まあ、かなりコンペティティブな領域ではあるんですけども、まあ、この領域機能的な T 細胞の領域をやろうというふうに決めました。でなぜそれをやろうと思ったかと言いますと、まあ、それは単純でこれらの細胞が病気を引き起こす直接的な細胞手段であるからです。まあ、ではどういうアプローチでいくかということなんですけれども、私たちはこのノッチノッチリガンドシステムに着目いたしました。でこのノッチノッチリガンドというのはもともとは羽の形成の細胞運命決定因子として報告された、まあ、細胞運命決定に関わるようなリガンドリセプターのペアなんですけれども、リガンドとしてはジャギット、デルタというリガンドがあって、受容体はノッチであります。でどうしてこれに着目したかといいますと、
アメリカでこの研究を少ししてたということはあるんですけども、それが背景にあるんですけども、症状の場合ではジャギット1種類、デルタ1種類、のっち1種類なんですが、哺乳動物ではジャギット2種類、デルタ量プロテインが3種類、リセプターが4種類あります。ですので、さらにですね、このリセプターリガンドのインタラクションというのは、投差収縮によって大きく影響を受けるということも分かっていました。ですので、このどういうふうなリセプターリガンドのペアが免疫系の細胞運命を決定をしているのか、あるいはそこに投差収縮がどのように関わるのかというところを、免疫系をモデルにして解いていくというのは、結構面白いんじゃないかというふうに思ったのが、その理由であります。で、一つだけ、一つずつデータをお示ししますけれども、ここでは、デルタライク1というリガンドによって T 細胞を刺激しますと、TH1 細胞の分化を促進するということを報告しました。これは、マチュアタイプの T 細胞でのうちが機能するということを示した、最初の論文になります。で、さらに、CTL と呼ばれる、ウイルス感染細胞とか、がんを攻撃するような細胞の分化に、の実数が必須であるということも、2008年にネイチャーイミュノロジーに報告いたしました。で、現在はさらにこの機能的な T 細胞に加えて、この記憶 T 細胞の研究にも、取り組んでおります。で、先生方もご存知のように、記憶 T 細胞というのは、生体が同じ微生物に2回感染しないという時に機能する細胞集団であります。でしかし、この記憶 T 細胞というのが、どういうふうなメカニズムで長期間生きれるのかであるとか、どういうメカニズムでこれが分化できるのかということの実態はまだよく分かっていません。で、後に分子に関しては、実はこの記憶 T 細胞に関わるということを私たちは報告しておりまして、これはこの部分だけ読みますけれども、記憶 T 細胞の製造には、のっちによるグルコースの取り組み、これはグルトワの発芽を制御するという意味なんですけれども、取り組みが必須であるということを、私たちは2015年にネイチャーニュースに報告いたしました。でしかし、この仕事っていうのは、記憶細胞がどう生きるかということを示しているんですけれども、どうできるかということを示しているわけではありませんので、私たちは現在、この部分、どういうメカニズムでこれができるのかっていうところを解いていこうというふうに、研究を行っております。で、この研究は現在、内閣府のムーンショット型研究事業の中で、その研究の一部を行っております。で、これは、ムーンショット型研究活事業でしたら、目標がいくつか立っておりまして、目標には医学系の目標でありまして、2050年までに超早期に疾患の予測予防することができる社会を実現するということで、ここには5つのテーマが立っておりまして、その一つであります、ウイルス人体相互作用ネットワークの理解と制御ということで、松田先生を PM といたしまして、免疫グループ、ウイルスグループ、数理 AI グループ、イメージンググループ、これらの先生方と一緒に研究を行っております。で、このグループの目標というのは、まず、いろんなウイルス感染において、生体、つまりこの場合は、今回のケースは免疫細胞がどういうパターンを取るのかということのデータを取っていって、それを数理モデル化しましょうというのが、このチームの目標になっています。で、それは何が役立つのかということなんですけれども、例えば次にパンデミックが起こった場合に、生体のが反応するパターンを見るっていうところだけで、一体このウイルス感染がどういうふうな病気を起こすのかであるとか、どういう薬をいけば治療できる可能性があるのかということを予測できる、そういうふうなモデルができるんじゃないかというのが、このグループのコンセプトになっております。で、どういうアプローチを取っているかといいますと、高い層のオミクスデータを取っていきまして、そこに空間的なデータを加えると。で、そのことによって、全体層のパターンを見るということと、鍵となるような細胞集団とか、あるいは分子群を取っていくという研究手法になります。で、少し私たちのグループも無理をしながら、こういう機会を揃えて、現在研究を行っております。で、特に現在は肺に感染するウイルスに関する研究を行っておりまして、インフルエンザとか、SARS、COVID-2 とか、あるいは RS ウイルスなんかですけれども、ここではインフルエンザウイルスのデータだけを示しておりますが、マウスにインフルエンザを感染させまして、形式的なオミクスデータを取っていくということであります。で、ここではシングルセル RNA セクエンスという実験の結果で示しておりますけれども、感染後に T 細胞をいろんな細胞に分化していくということがわかります。で、こういう研究をやっていくと、私たちは、これまで知られていなかったようなタイプの記憶 T 細胞が存在する可能性があるということと、さらに、あまりこう、理解されていなかったようなタイプのエフェクター細胞っていうのを分化していくということを私たちは見出しております。ただ、これは遺伝子発現のパターンだけを見ているだけで、どういう機能を持っているのか、
あるいはどういうふうなメカニズムでこれができるのかっていうことを見てるわけでは決してありませんので、まあ、それにつきましては、まあ、こういう細胞を使って細胞に一個一個候補遺伝子を入れていって細胞がどう分化するかっていうのを、まあ、全部見ていくという研究なんですけども、ちょっとまだ未発表なんで遺伝子なんかは消していますけども、まあ、こういう遺伝子群を過剰発現させますと、まあ、そういう文化が T 細胞の文化が変動するということを見出しておりますので、まあ、今後この研究を進めていって、まあ、それぞれ論文としてこれから発表していきたいなというふうに思っております。で、まあ、こういう全体像を見る研究をやっていますと、これまであまり気づいてなかったような、まあ、単純なことに気づいたこともありました。これはインフルエンザウイルス感染モデルにおいての実験なんですけれども、感染後非常に後期にこの CD4T 細胞がぐっと増えるということが分かりました。実はこの感染モデルではですね、 Day 7、感染後7日目にはもうウイルスはいないですので、ウイルスはいない環境なんですけれども、なぜか T 細胞がこの Day 14、Day 28のところでぐっと増えていくということが分かりました。じゃあこれ一体何をしているのかということを今解析をしているんですけれども、この力の免疫染色であるとか、あるいはシングルセル RNA シークエンスによって、おそらくこれらは組織を修復するようなタイプの T 細胞だろうというふうに私たちは今考えております。で、まあ、しかし、先ほど申し上げたように、この後期にはもうすでにウイルス抗原はいないですので、じゃあ一体これ何を認識して増えているのか、まあ、どういうふうなものと相互作用しているのかということはまだわからないので、まあ、現在それらを教室員とともに明らかにしていきたいと思っております。で、普通、まあ、記憶細胞というとこの外来抗原、まあ、つまりこの場合はウイルス抗原に対して応答する細胞なんですけれども、まあ、もしかしたらこういう、まあ、組織修復するようなタイプの記憶細胞というのも存在していて、まあ、いろんなウイルスが感染したときに、まあ、速やかに組織を修復できるようなそういうふうなシステムというのを生態を備えているのかもしれないというふうに、まあ、思いながら研究を進めているということでございます。このように私たちは T 細胞、この非常にインマチュアな部分からマチュアな部分まで全てのステージにおいて研究を行っております。まあ、研究手法としては、マルチオミックス解析と多次元イメージ解析から細胞相互作用を見るということなんですけれども、まあ、そういう全体像を見るという研究も行っておりますが、私たちは、まあ、それに加えて核分子が制御する、まあ、素過程を理解するということを、まあ、一個一個明らかにしていきたいというふうに考えています。で、今日はこの30分ちょっとの時間を使いまして、私たちの研究であります、この2つ、免疫難病の原因病態研究、そして T 細胞の物価調節に関する研究を、まあ、少し走りですけども紹介させていただきました。で、まあ、今日は80周年の記念式典、記念講演会ということで、まあ、この80年の歴史、まあ、医学の先生方、先方の先生方も含めて、多くの先生方が引き続き挙げてきた、この医学部の歴史の中で、私たちのグループも、まあ、力はそんなにないんですけれども、なんとかその医学部の教育研究という部分に貢献していきたいというふうに思っております。で、なんとか、まあ、その中で、まあ、歴史に、まあ、少しでも爪痕を残せるような研究成果というのをグループとして出していきたいなというふうに、まあ、改めて思った次第です。で、まあ、こういう研究は私たちの研究グループだけではなくて、まあ、いろんな外部の先生とそして中の医学部のいろんな先生方にお世話になりながら研究を推進してまいりました。この場を借りて改めて感謝申し上げたいと思います。私からは以上でございます。ありがとうございました。